ただいまよりセッションコード TC-05DR から始める AWS 以降1億 PV のメディアサイトを AWS へを開演いたします講演は IT メディア株式会社技術開発本部 IT ソリューション統括部システムソリューション部の木村智則様にお話しいただきます それでは木村様、よろしくお願いいたします。例えばご紹介に預かりましたとり、この時間からは、私より DR から始める A AWS 移行と題しまして、私どものメディアサイトを AWS に移行した際のお話をさせていただければなと思っております。短い時間ではございますが、お付き合いいただければと思います。 よろししくお願いいたします、えー、早速なんですけれども、えー、本日ご来場いただいている方々、えー、おそらくご存じいただいているだろうなと期待はするんですけれども、えー、私ども IT メディアという会社は、ですねご覧いただいているようなさまざまなメディアサイトというのを、えー、運営しております。いろいろとあるんですけれども、えー、トータルでですね今現在、月間で大体1億ページビュー、えー、ユニークブラウザで2500万、 配信記事数で3000本といった規模のサイトになっております運営しているメディアの中にはですね IT メディアという名前がつかないのでこれも IT メディアなのって思われるものもいくつかあるかもしれませんで、まあ、ご存じいただいてない方初めてご覧いただく方はですねこの機会にぜひウェブサイトの方もご覧いただければなと思います どのサイトもです、ね、専門の編集者が正しく、詳しく、スピーディーな情報発信を心が,け心がけております。ちなみにあの皆様ご覧いただいているところから、右側になりますかね、可愛らしいキャラクターがおりますけれども、これ、IT ちゃんと申しまして、私ども IT メディアのマスコットキャラクターですあのこちらもぜひよろししくお願いいたします。 でえー、そして本日登壇させていただいておりますのは、私、IT メディア株式会社の木村智則と申します。えー、入社1年3か月目です、えー、運営サイトのインフラエンジニアをやっております。えー、こういったあのイベント来ますと、皆様、好きな AWS サービス、気になっている AWS サービスという形で書かれているので、ちょっと私も真ねもしてみました。えー ずっと移行の際に特に活用いたしましたので、えー、ルート53とか ELB というのは、えー、かなり好きなサービスかなと思います。えー、Amazon の方とお話しすると、えー、皆さんかっこよくルート53なんて言ったりするんですけど、ちょっと私、舌噛みそうになっちゃうので、えー今日、本日はずっとルート53で通させていただきますので、その辺はご容赦ください。であと、えー、気になっているサービス。 最近発表になりましたけれども EFS ですね NFS 使っておりますのでこれはぜひ使ってみたいなと思っておりますそしてあとイベントドリブンでコード実行が可能なラムダですねこれもな,んか,なかなかいろんなことができそうな面白そうなサービスだなと思っておりますので移行が終わりましたので今後は少しずつ試していけないなと思っておりますで早速本編に入らせていただきます、えー こちら目次ございますけれども、最初に移行のきっかけ、そして移行計画、システム概要、DR サイトの災害時切り替え仕様、そして AWS でのシステム構築、移行実施で、最後に簡単にまとめをさせていただければなと思っております移行のきっかけですけれども、皆様、いろんいろな理由があるかなと思います。で当社の場合はこれでした。ハ、えードウェのリプレイス時期が迫ってきておりました。んですね。 ハーデンですのでリプレースするとどうしても減価償却の関係でフェジャーの場合5年間は継続して利用することになるということが分かっておりましたでその時き、まあ、データセンターを継続するかクラウドに行くか考えるわけなんですけれどもデータセンターの場合やはり維持費が、まあ、クラウドに比べてしまうとどうしても割高感があるとでその上、その今もともと4ラック借りてたんですけれどもラックの数だけ固定で金額がかかるお金がかかってしまうと。 えー、それに加えてさらにネットワーク利用料というのが別途かかってくると、えー、そしてさらに加えますと、えー、見えないメンテナンスコストとして、えー、例えば、えー、ハードウェアが故障してしまったら、えー、ハードディスクを持ってそこに駆けつけなきゃいけないといったそういったハードウェア保守の費用そういったものもございます、えー、そして、えーとまあ、他にも この時代にオンプレであることが望ましい理由はまだあるのかというところがありましたけれども、えー、さらに、えー、それに加えて、えー、時代としてももうハードを保有するっていうのは、えー、そぐわないんじゃないのかなという思うところもありましたそして、えー、最後、えー、クラウド移行に関してなんですけれども、えー、クラウド移行これだけ、えー、っとクラウドが普及している中5年も先送りにしてよいのかというところがございました AWS もあの調べてみますと、え。ー 提供が開始れされてからおよそ10年が経過するしているわけなんですね。で、昨年末あたりからいろいろとニュース等を見ておりますと、IT 系の調査会社さん等の発表でもですね、クラウドはそろそろ、黎明期から成長期に変わりつつあるといった記事ですとか、利用者も先駆者ばかりではなくて、今までは様子見をしていたユーザーさんもだんだんと使い始めているといったような記事も見られるようになってきました。そんな中で本当に5年も先送りしちゃっっってていいのっていうののうは、まあ,あったわけ ですね、で出始めの頃っというのはいろいろと使い方もあの特殊性があったりとかしましたけれども、えー、現在ではオンプレのサーバー同様に誰もが気軽に使えるような、えー、ものになってきております、えー、そして価格も十分に安くなってきているというところですねでここの一番最後の部分が非常に重要なポイントにな,ったなりましたで結論といたしましてはです、ね、今ならいけるクラウドに行こうと、えー、いうことになりまし,て、えー、なりました やはり5年後では遅すぎますし、えー、我々の場合ですけれども、えー、オンプレであることが望ましい理由というのも特にございませんでしたでクラウド移行っていうのは、まあ、私どもにとってあの全くノウハウが持,って持たない状態で始めておりますので、えー、学習コストが高いというのは少し懸念としてはあったんですけれどもおそ、えー、らくそれをに見合うだけの価値があるであろうという判断がございました そししてたた。だ、課題もございましたオンプレの課題といたしましてもともと仮想化を行っていたんですけれどもやはり仮想化はしてはいるんですけれども物理的なハードウェアの上限がございますディスクもそうですしストレージもメインメモリも上限がどうしてもありますその中でどのようにキャパシティ管理を行っていくかっていうのが常に課題としてございました。 例えばそのリ,セースのリソースの最適な再割り当てですね、例えばです、ね、リソースを減らすということは比較的やりやすいわけですね、まあ、再起動さえかけられるのであれば、ちょこっと減らせばいいわけですね、それは別に従来のオンプレの仮想環境でもできるわけなんですけれども、どうしても足すということが難しいですね、あの他のサーバーどうしてもすでに使っておりますので、それを調整してこっちを減らしてあっちを足そうなんてことはなかなかできるわけではございません。 で同じ理由もですけれども、スケールもできないわけですね、やはりスケールをさせるようにも、リソースの確保が難しいというのがございました。そして、その続いてですねクライ、クラウド利用の課題なんですけれども、最初に挙げたオンプレの課題、これらの解決、本当にできるのっていうところですねで、そして私ども申し上げたとおり、クラウドでの運用ノウハウが一切ございません、それも本当に大丈夫なのかなというのがやっぱり不安としてございました。 でやはりあの一切運用ノウハウがない状態なので未知の問題点がいろいろ出るんじゃないのっていうのが、えー、とても大きな不安でございましたそしてクラウドといってもどこに行くのっていうのはいろいろありますで今でもやはりいろんな会社様パブリッククラウドっていうのは、えー、提供が始まっておりますで私どもも,も広報はいくつかのパブリッククラウドでした 詳細ではちょっと時間の都合もありますので割愛させていただきますけれども次の理由で AWS に決定をしております一つは安全性ですね例えばですけれども ISO27001 といったセキュリティ基準への適合がございますそしてあとは信頼性ですね一室一つ例をとってもですね、例えば SLA で99.95%の保証があると これ非常に大きなことですねあの。やはりハードウェアの保守に悩まされていた我々なのでこういった意味で稼働率がこれだけ高いというのは非常に安心して利用ができるものかと思います。そして続いて柔軟性と先進性,先進性ですね。 OS もさまざまな選択肢がございますし、ミドルウェアと申しますか、アマゾンさんが提供,される提供してくれるマネージドサービスですね、これもさまざまなものがあり、かつ充実しているというところです。そして最後に投資効率ですね。 えー、固定となる部分というのは、えー、常時稼働の EC2 の部分ですこれも必要最小限ですね、でネットワークですとか、えー、ストレージに関しても使った分だけというのは、えー、非常に無駄がなく効率がいいなというところが、まああのー、当たり前のことではございますが、えー、決定の理由になりました、えー、そして移行計画です。えー、移行の方針として、えー ご覧いいいたただいているような内容を考えました、えー、原則、現状のままを移行しようというところですね。えー、どうしてもそのクラウドとなりますといろいろ夢は広がるわけなんですけれども、えー、あくまでもクラウドの最適化は移行後に計画し実施しようということにいたしました。と申しますのも、えー、やはり移行後の方がトライアンドレエラーも容易であろうという考えがあります。えー、ただしですけれども えーまあ、無理なくできることは少しずつでも実施して前に進んでいこうという考えです、えー、そして、えー、と本日のタイトルにもあります通り、えー、まずは DR ディザスタリカバリーのサイトを移行しましょうということです、えー、これは災害等の東京壊滅を想定した代替サイトなんですけれども、えー、DR サイトの移行作業を通すことによってわれわれもノウハウの蓄積ができるであろうという考えがございました また、通常はサービス非稼働の状態なので比較的気軽にいろんなことを試せる変更することができるという点がございますで、これをその方針を踏まえた移行スケジュールがご覧いただいている通りです昨年の6月ですねちょうど1年前からスタートしまして先月まで実はやっておりました およそ1年間のプロジェクトですね、で線を引いてみると、それなりにタイトでして、最初に設計が始まりましたのと、既存システムを運行するでの問題点等の調査ですね、それらを実施しました。そしてやはり、AWS を使う上での、AWS のマネージドサービスに関する、えー、学習機関ですね、そういったものも設けております。 でその後、ですねサイトの構築を始めたりですとか、サイジングの調整ですね行ったり、あとやはり実際に運用に入るまでの改善等を行いつつ、最終的に先月の4月からメインサイトの並行稼働も行い、最終的に5月、ちょうど一とつ月前なんですけども、5月の2日に最終的な切り替えを行って終わりといったところでした。 えただこういった形であのタイトなスケジュールを引いたんですけれども当然ながらえ通常業務というのは1年間ずっと続くわけでえもちろんこれらも減るわけではないのでこれはなかなか大変でしたでえそしてえと本日の登壇なんですけれどもえこれもですねえこのお話しいただいたの実はえちょうど1月とちょっと前まだ意向の真っただ中にこのお話いただきましてえ無事に本日を迎えられてよかったなと。 えー、無事に移行もできたので非常によかったなと思っている次第ですそして、えー、とシステム概要なんですけれども、えー、これ一部抜粋になっております、えー、とそして DR サイトはこの同じ構成を縮小する形で別データセンターに持っておりましたでこちらデータセンターの中に、えー、まあも まあ通常の特に特別なものはないんですけども、DNS とか監視といった基礎インフラですね、それ以外に読者様の方々、読者様からのアクセスを受けるロードバランサーですね、そしてその下に、コンテンツをキャッシュするためのキャッシュサーバー群、そしてコンテンツサーバーですとか、アプリケーションサーバー、NFS とデータベースですね、あと私どもやはりメディアサイトなので、オフィスの方にはコンテンツの管理システムですね、CMS とそれに付随するデータベース。 といいったたものがございましたで移行後なんですけれども、えー、と切り替えられるものはすべて AWS の、えー、コンポーネントに切り替わっています、えー、例えばですねロードバランサはで DNS は、えーは ELBDNS はルート53であとはデータベースですねデータベースは RDS に移行したりしておりますでその他通常のサーバー類はすべて EC2 に切り替えて、えー、利用しています でここに書いてないもの以外にもです、ね、例えば S3 でのスタティックウェブホスティングですとか分析等では一部レッドシフトを使ったりといったこともやっておりますそして DR サイトのき災害時切り替え仕様ですこれはです、ねまあ、繰り返しになりますけれども災害等による東京壊滅時の代替サイトとして設計しております データの動機を定期的に実施しております。で、監視結果に基づき、自動的に切り替え、切り戻しは手動といった動きを取ります。で従来の課題といたしまして、えーと、DNS の名前解決は一部タイムアウトの発生を許容した設計になっておりました。えー、そして、えー、DR サイトとはいええー、常時フル稼働、ちょっともったいないですね。そしてあと、拠点が国内にありました。も、まあ、もちろんん離れれた拠点でではあるんですけれども、えーまあ 社会インフラの壊れ方次第によってはもしかしたらつながらなかったのかもしれないですね、まあ、そういった課題がございましたそしてですね移行後の切り替え方法なんですけれども大きく4つのステップを踏んでおりますまず DR サイト側から監視サーバーがあるんですけれどもメインサイトの、まあ、これは複数の FQDN とあとここには書いてないんですけれども別の拠点も 一応監視対象に入れて常時死活監視を行っているという状態です。でここで何か異常があり発生してそれが5分以上経過したら一目の注意状態と判定しようとしていますで。注意状態と判定しますと、えー、DR サイト内において監視サーバーから、えー、各一周 EC2 の 起動ししててねっていうようよな指示を出すようにしてよりますにまこれによって常時稼働のサーバーいくつかあるんですけれどもそれ以来の複数台のサーバーが順々に上がってくるといった仕組みですでさらに、ね、EC2 が起動する中でやはり EC2 が参加する ELB があるんですけれども ELB も普段は何もない状態になりまして EC2 の起動処理の中で ELB を生成すると いうところまでを自動的に行うよううにしておりますこういったところがでしやすいのもやはり AWS のまあメリットでしてまあ、API とか CLI を駆使してこういったことを実現しておりますでその後ですね、えー、この状態で、えー、一応60分ぐらいですね、えー、継続したらする,するかどうしないかっていうのを常に見ておりまして、えー、60分継続したら警告 状態と判定いたしましてまた同じく監視サーバーから、えー、ルート5さんの方に DNS の書き換え命令を出すという仕組みになっております。でこれで書き換えを行われます行われますと、えー、読者の方々に対する DNS の応答が、えー、DR サイトの IP を返すようになりますので、えー、徐々に徐々に、えー、誘導が開始されるというところです。 でこの時ルート5さんというのは SLA が100%を保証されておりますのでメインサイトの壊滅があったとしてもですね常に応答を返すことが期待できるとでさらにあの基本的にウェブサイトの方は ELB を前提にしておりまして ELB の場合 TTL がまあ60秒になっておりますで60秒固定になっておりますので一時的には切り替え直後はあのやはりメインサイトの IP を返すこともあるんですけれども、えーまあ、60秒後少なくとも60秒後には、えー、DR サイトの IP を返すようになり えー、接続も維持されると、えー、いっった仕組みを取っております、えー、そして DR サイトのコスト削減なんですけれども、えー、と待機時に、まあ、いろんなインスタンスはございますけれどもフル稼働ですとさすがに無駄が多いでしょうということがありますそして先ほどもご説明したとおり、えー、EC2 の動的起動を行っているわけなんですけれどもこれもちょっと注意が必要です えー、どことは申し訳ませんけれども、私どもメインサイトは東京にしておりまして、DR サイトはまあ東京から比較的近いところのリージョンを選択しておりますで。やはり同じように考えられる方々って多いと思うんですけれども、DR サイトの稼働、開始のタイミングっていうのは、やはり各社さん、集中するんじゃないかなという予想がございます。まあ、皆さん同じよううなこととととをきっと考えられるる思いますすででやはり集中するであろうと そのときにです、ね、オンデマンドインスタンスで使っておりますと、これはやはり早いもの勝ちなので、起動しない可能性ってやっぱりありますね。そういうこともございまして、先ほどの図でも、最初の注意状態、5分間継続した段階ですぐに一室は起動しておりますで。リザーブドインスタンスにすることによって、起動の確約は取れるわけなんですけれども、その場合、コスト削減幅は減ってしまうということがあります。 まなので、どこまでリザーブ度にして、どこからはまあオンデマンドでもいいのかなと、まあ、その辺はあはバランスがいろんな各社様それぞれでえ調整は必要かなというふうに思います。えー、そして ELB は EC2 の起動時に動的に生成を行っています。 1ELB 1あたりおよそ240ドル年間のコストがかかるわけなんですけれども私どもの状態で今十数個の ELB 使ってますやはり1つで240ドルだったらまあいいかなと思わなくてもないんですけれどもそれが十数個になってきますとやはり金額的にもそれなりのボリュームになってきますのでこれを何も使わないのに普段使常時使いっぱなし動きっぱなしっていいのって話にやはりなってきてしまいます。 なので私どもとしては、えー、EC2 の起動時に動的に生成するという仕組みをとっております。あともう一つインスタンスといえば RDS があるんですけれども、えー、これもですね普段は動かしておらずですね、えー、メインディージョンの方からスナップショットのみを転送し使う時に復元を行うという体制をとっておりますこういった形でコスト削減の対策をとっております。 えー、そして、えー、と AWS でのシステム構築になります、えー、方針としてはですね、えー、DNSNFS 等の基礎インフラを、えー、最初に準備しようという方針を取りました、えーまあ、当たり前ですけれどもねでネットワークセキュリティ DNSNFS 等ですねでその後ですね、えー、メインサイトに各種サーバーを構築しました、えー、これはまあ,あのまあ 切り替えを最初にするのは DR サイトなんですけども、まずはフル機能の確認をせねばいけませんので、メインサイト上に各種サーバーを構築しております。そして、そのメインサイト上でテストの実施を行っています。まあ、単体テスト、結合テスト、性能テスト、まあ、当たり前の部分は当然ながら行っています。 その上で,です、ね、AWS ならではの部分になるんですけれども例えば T2 と呼ばれるインスタンスタイプを想定するものに関してはこれ CPU クレジットという新しい概念が出てますのでこれを空にした状態での性能検証というのも行ってます。でまたです、ね、これも新しい概念ですね IO が極端に多いものに関しましては IO クレジットを空にするということを行った上でのテストを行ってます。 でその上で,です、ね、ひ、ま、と、あ、一通りテストが終わりましたら、えー、それをカスタム AMI という形でイメージ化し、えー、DR サイトにコピーするとで、DR サイトでは基本的にそれをこの AMI をベースにラウンチして、再テストを実施して、えー、完了といった流れになっております。 でネットワークセキュリティに関してなんですけれども、えー、これは本当に基礎の基礎の部分なので、えー、基本的に設計をミスってしまったらやり直しになってしまいます。まあ、例えばサブネットをちょっと切り方ミスっちゃったなとかなったとしても、それを切り直すのはやはりやり直しになってしまいます。なので、何度かスクラップビルドを繰り返すぐらいがちょうど良いのかなというのは構築しながら感じたところです。 えー、なかなか後からやり直すというのはしづらい部分ですね。えー、やり直すんだったら AMI もあのインスタンスの部分も一度 AMI 化してイメージに取っておいた上でネットワーク設定やり直してまた AMI からイメージ戻すみたいなそういったかなり面倒なことをしなければいけないという場合もございます。であと ACL セキュリティグループの適用仕様ですね。これ、まあ、端的に言うと、まあ、いわゆるファイアウォール機能になると思うんですけれども、えー、ものによってどちらかによって ACN なのかセキュリティグループかによって挙動がステートフルなのかステートレスなのか変わってきたりとかですねえそれいつ適用されるのっていうタイミングが違ったりっていうのはございますのでえこれはですねあの事前によく使用の確認が必要な部分ではありましたなかなかのあきっとこうだろうという思い込みでやっ,てやってしまってミスってしまったこともあるのでぜひ皆様には事前によくよく確認していただければなと思います。 であとセキュリティグループの流動に注意とございますけれども、えー、これもどんな形でセキュリティグループっていうのを設計していくか作っていくかっていうのが、えー、注意必要かなと思ってますで当社の場合ですと例えば SSH ですとか、えー、NTP とか必ず使うであろう部分を共通のグループとして定義しましたそれ以外に、えー、例えば h t t p f r o m a 2 e であるとか h t t p f r o m i n t e r n a l HTTP フロムオフィスといったものとか、まあ、そういったものを HTTP のほかにも SMTP だったりとか、RSync だったりとか、まあ、使うであろうものをロプロトコルとフロムを別に定義をしていったという形です。で特定のパターンがもしあるので、あのシステムとしてです、ね、特定のパ,パターンがいくつかあるのであれば、例えばほげほげウェブサーバーとか、ほげほげ DB サーバーといった形でえ作ってしまってもよいかなと思うんですけれども、私ども特定のパターンというのがなかったので、こういった選択を行っています。 で例えば、フロムインターナルに関しましては、えー、ELB の配下につくインスタンスにつけるものとかですねであと、フロムオフィスエニーに関しては最終的なウェブサイトの公開を想定した切り替え用になっておりまして、えー、切り替え前はフロ,フロムオフィスにしておくと。で 切り替えのタイミングで、エに少しずつセ,あのセキュリティグループの付け替えを行っていくという形ですね、えー。あくまでもセキュリティグループは付け替えだけにしておいて、セキュリティグループの中をいじくるというのは、えー、基本的に滅多にしないと、えー、そういった、えー、運営を取っております。であと DNS なんですけれども、えー、これもやはり、えーまあ、一番重要な部分にあります。も、ねえー、ともとバインドを使ってました。 AWS に移行するにあたって、えー、ルート5 3への移行は必須であろうというふうに、えーまあ、必須の部分がございまして、えー、移行を行っています。もともとバインドのビューというバレル機能を使ってパブリックとプライベートゾーンそれぞれで返す内容を変えていましたパブリックであればグローバルプライベートであればプライベート IP といった形ですね。で 当社の予定なんですけれども、えー、パブリック用にルート53プライベート用にバインドを継続するということを想定してまして、えー、おりましたでそうするとどうしてもですねルート53とバインドの重複管理が必要なんじゃないのって話になりまして。 もともとバインドだけでやってましたので、えー、共通のゾーンファイルを作ってそれぞれをインクルードする形で済んでたんですけど、えー、片っぽバインドじゃなくなってしまいましたのであそしたら何かしら管理が必要だねという話になりまして結構ちょっとな頭を悩ませた部分ですでルート5さんとバインドの全レコードを共通で管理する仕組みを作,って作りました、えー、これは重複管理での間違いの防止対策ですねで内戦のツールでそれぞれに一括で適用するような仕組みを作っています ルート53は API でバインドは n s アップデートっていうコマンドを使ってちょっとレガシーな感じでいろいろ作って頑張っておりましたでこれ一生懸命作ってたんですけどあの せっかく作ったんですけど、バインドの方がですね。後々ですね。プライベート対応がリリースされてしまいまして、せっかく作ったんですけど、えー、バインドの部分のコードは全部捨ててですね。ルート53に統一したといった経緯がございます。で、バインド捨てられたっていうのは非常に。そのセキュリティあのホールも多いものなので、非常に嬉しい部分ではあるんですけど、えー、せっかく作ったのになというのが非常に悲しかったなと。 いうところです。実際にはあのルートさんでプライベートもパブリックも両方管理できますので今現在とは非常に使いやすくなっているかなというふうに思います、えー、そして NFS ですね、えー、私どもとっても運用の肝なのでこれは当然上調化しておりますでデータの同期方法いろいろあるかと思います分散のファイルシステムですとかブロックデバイスを分散するとかいろいろありますねで様々ございますけれども当社でもいろいろ検証はしたんですけれども、えー、シンプルな LSyncD というものを使っています。これは RSync を使ってファイルの書き換えを検知した上で新ンかけるというツールですね。これを使っております。で切り替え方法もいろいろございましたで。従来の単純なデータセンターで運用であればサブネットも同じなので単純 IP さえ付け替えちゃえば、えー、クライアントは何もしなくても再接続できたりするわけなんですけれどもマルチ AZ を想定してしまうと サブネットはどうしても異なってしまいますので従来できていたような単純な IP の切り替えだと切り替えができないとこれ困ったなというのはやはりありましてじゃあ手動で NSS クライアントの方でで再マウントかけるのかというのも、まあ、結構手間もかかりますし、えー、じゃあということでこれまた新しい方法で VIP を割り当ててさらに VPC 上のルートテーブルを書き換えるという手法を使うことによって、えー、切り替えをすることもできます、まあ、そういった方法もありました。 あとはそもそもとして NFS 以外のプロトコルで切り替え処理をそもそも不要にしてはどうかということも考えたりはしました。でもう一つ注意のあったところとしましては AZ 越えの遅延ですね。AZ 間、ほとんど遅延ないと呼ばれるんですけれども例えばですね NFS クライアントで NOAC というそのディレクトリとかファイルのアトリビュートを一切キャッシュしないというオプションがあるんですけれども、えー、これを使ってしまうと遅延の影響が非常に大きいということが分かりました。 これあの使いどころとしてはです、ねえー、複数のクライアントが同時に同じファイルを書き込みを行うようなパターンがある場合にこのオプションを使うことがあるんですけども、えー、これを使っているような場合には AZ 合意の遅延が結構大きくなってしまうのでその辺りはシステムを構築する上でちょっと考慮が必要かなというふうなところでした、えー、ただです、ねえー、かなり NFS いろいろと悩ましいので早く EFS が使いたいなと。 えー、思っておりますきっとイエスが出てくれればこの悩ましい問題は全て解消するんであろうなとは期待しているのであのえ Amazon さんにもぜひ早く出していただきたいなというふうに思っています、えー、そして CPU クレジットですねこれもああの、まあ、先ほど申し上げたとおり新しい概念ですけども負荷に波があるよとにはこの T2 インスタンスが非常にマッチしておりますで、CPU、ただこれ使う場合に注意が必要でして、えー、CPU クレジットを使い切った場合での性能が許容できるかとか で使い切る前にクレジットの回復が見込めるかどうかですね下にちょっとグラフ出してるんですけどこういった形でいい具合に波を打ってくれますとあの使い切ることもないので非常に安心なんですけれども使い切っちゃうとやはり CPU の性能がリミットかけられてしまいますので、えー、その場合に性能が共有できるのかとでものによっても違いますけれども10%とか20%とか40%とかといった形で上限が決まっちゃうので常時50%の CPU 負荷があるのに40%まで リミットかけられちゃうと、その分だけ性能が遅くなっちゃう、まあ、それが共有できるかどうかですね、そのあたりがあのやはり、えー、調査が必要だろうというふうに考えまして、えー、ここに書いてあります通り、まり、あ、例えばイエスコマンドを使って、えー、こ,れこれやりますと、1CPU のコアが丸あの常に CPU100% の状態までになりますので、コアの分だけ複数起動していただきますと、大体いい30分程度でクレジット消費できますので、この状態でテストを開始して いろ,いろいろとあ大丈夫かな、どうかなというのを確認いたしました。でこれも一応方法はあるんですけど、まあ、せっかくクラウドなので API で無効にさせてもらえたらいいなというふうに思って、あのフィードバックはあのマネジメントコンソールから投げてみたんですけども、まあ、残念ながら今のところそういった機能追加はないようです。で当社の場合、あのメルマ側の配信ですとか、一部ウェブサーバーで利用しております。えー、そしてもう一つ、IO クレジットですね。 これはジェネラルパーポスとマグネティックタイプの EBS で要注意な仕様になっていますけれども、えー、リ便容量 ×3IOPS が保証できるされるベースラインとして用意されています、えー。例えば8ギガであれば 24IOPS ですね。ででこれもです、ねえー、クレジットを使い切る方法がやはりありまして、まあ、いろいろなこれも方法があると思いますけれども、弊社の場合、えー、ベンチマークソフトを使ってです、ねえー、消費をさせてみました。 これも例えばフィオというものがあったりしますのでこれを延々とループさせてみ、えー、ますと最、えー、大体30分程度で消費できるような状態ですただ、しこれ容量にもよりますので、えー、容量が多いほど、えー、確か期間が長くなるような形ですねでこれはキャッシュサーバーですとかメールの配信に特に注意が必要なものでして、えー、突然 IOPS がベースラインまでしか使えなくなるんですね。 今まで例えば1000ぐらい IoPS が出ていたものがあるタイミングがぐっと減ってですね、えー、そのベースのラインまで下がってしまうということです。でグラフ例えばこれ CPU のグラフなんですけども最初、えー、負荷をかけている状態ですと最初は、ね、i o ウェ i トがほとんどない状態で、まあ、調子よく動いてたんですけど、えー、この IoPS のリミットかけられるとぐっと下がってで i o、ねえー、ウェ i トがどんどん増えてしまうと。 でここユーザー時間とかシステム時間を除くすべての時間が最終的には r e o トで埋め尽くされてしまうとえこうなってしまうと本当にコマンドも一切打てないような状況になってしまいますでここちょっと怖い例を少し挙げさせていただきますと例えば私どものシステムで言えば ELB 配下にコンテンツをキャッシュするサーバーがございますこのサーバーでこの現象が起きたらどうなるかということなんですけどこれかなり恐ろしいんですけど ELB に最初イン,インサービスのサーバーがいくつかあるんですね これが時間とともに1つずつ減っていくんです。これかなり恐怖です。どうしようかなと思ったりするんですけども、そういうぐらい非常に恐ろしい現象なので、皆さんよく注意していただいた方がいいと思います。えー、そしてもう一つ、メール配信サーバーでこれが起きた場合どうなるか。これも非常にやはり怖いんですけど、急にはどんどん入って、どんどんていうほどじゃないですね。ゆっくりですけど、急には入っていくんです。ただ、メールを配信する方にリソースが回せないのか、あとはこのプロセスの えー、優先度の違いだと思うんですけどもメールが全然出ていかないんですねこれもやはり非常に恐怖ですでまあ、こんな時どうすればいいのかっていうのはそれぞれ状況等でよって変わってくると思うんですけどあまあ、もし再起動が許されるのであれば一回インスタンスをオフにしていただいて再立ち上げしていただきますとクレジット回復ゼロあの初期状態に戻りますので延命にはなると思いますで 高級対策といたしましては、例えばキャッシュであれば、えー、キャッシュの領域を EBS ではなくて、TempFS を使うとか、あとメー,ルの、えー、キュメールサーバーであれば、Q の領域をプロビジョンド IOPS の EBS をつけてみるとか、まあ、そういったのがいろいろ考えられるかと思います。こういったものもやはり、あのムーニンとの管理ソフトで IOPS を記録することができますので、そういった形でどのぐらいのものをつけたらいいのかとか、もしくは TempFS のほうがいいのかとか。 まあ、そういったことを、えー、判断していただければなと思います、えー、そして、えー、こういった、えー、構築を踏まえまして移行を実施いたしました、えー D、DR サイトに関しましては、えー、昨年12月、えー、2014年の12月に実施しておりますで最初に各ドメインの DNS をルート号んに移行いたしました、えー、内容いたしましては単純でしてデータの移行先を DR サイトに変更しただけですね でメインサイトに関しましては、えー、最初に申し上げたとおり今年の4月から5月先々月、先月に実施しておりますで段階的な移行を考えておりまして最初に、えー、他との依存関係がなく独立したもの続いて性的コンテンツの並行稼働ですね例えばオンプレ50%、AWS50% みたいな形ですこれあの動かしながらちょ少しずつ調整して最終的にはもうほとんど AWS に向いているような状態まで持っていきました そして最,後に最後じゃないですね、その次に会員サービスなど、データベースが関連するものを移行いたしました。これ、やはりデータベースが関連するものというのは、並行稼働がしにくい部分がありますので、一度にまとめて移行したというところです。で最終的に、これらがすべて問題ないなというところで、並行稼働していたィーコンテンツに関しましても、全面的に AWS への稼働に移行したというところ、移行させようというところです。 でまあ、いろいろ準備期間あったんですけれども、準備は3月までに基本的に終わらせて、4月、5月は、まあ、あと本当に手順をこなすだけで、ほとんど週末ないような状態だったんですけれども、毎週、誰かしらが会社に来て、みんなでこう少しずつ移行していったというところですで。当日は無理しちゃ負け、努力と根性は前日までというボスからの指令もありましたので、できるだけそれに従うような形で進めてまいりました。 移行実施なんですけども、えー、幸いなことに、えー、大きなトラブルもなく移行を完了することができました。なので,で、すねあまりここで面白おかしく言うことがなくて、ちょっと非常にちょっと,ょっと残念なところではあるんですけども、えー、何事もなく、えー、終わることができましたで。とはいえ、多少注意点はございまして、えー、やはり、あの こういった、まあ、私の場合ですとメディアのメインサイトの移行のときだったんですけれどもやはりあのこういった大きなサイトを移行するときにはぜひ、ね、ビジネス以上のサポートに加入したほうがよいのかなというのは実際に移行してみて感じましたこれに入っておきますと疑問,疑問点が出たときのレスポンスが早いというのは非常にありがたい点ですね例えばビジネスであれば応答時間1時間ですね でさらに上にはエンタープライズサポートというのもあるらしいんですけども、これ応答時間15分となっています。まあ、やはり、とてーがお高い風になってしまうんですけどそういったものもあるようです。でこれ、入っておきますと、さらにその、えー、問い合わせだけじゃなくてですね、えー、ELB を使う場合のプレウォーミングということができるようになっています。で突然その切り替えて ELB に対してアクセスがたくさん来てしまいますと ELB のオートスケールが間に合わないということが発生することがあり,ありまして、えー、その場合、レイテンシーが下がってしまうとか、えー、あの200で返せなくてえらいになってしまうといったことも起きたりしますので、えー、これはやはり、まあ、規模に応じてですね、えー、必ずと言っていいぐらい準備していただいた方がいいところかなと思います。であとはですね え問題なく動き始めたからといってすぐに気を緩めないということですね、えー、先ほども申し上げたとおり、CPU クレジットとか Io クレジット、結構注意が必要なので、あのー、よくご注意いただいた方がいいと思います。でそういった意味でも、監視はですね、API とか CLI を駆使していただきながら、ですね例えばクレジット切れの予兆を監視するであるとか、マネージドサービスの可能状況を把握するといった形で、いろいろと拡充を図っていただいた方が良いのかなというふうに思います。 私どももあのいろいろと内戦のツールと追加して、えー、AWS のに適した監視を行うように、まあ、日々、拡充を図っているというところです、えー。そして移行してみて感じることなんですけれども、えー、割と突然サーバーが落ちることがございました。えー、直近3回で3回落ちています。で私どもだいたい えー、80弱の EC2 インスタンスをもあの動かしているんですけども、えー、こ,のこの80台で3ヶ月、3回というのは、ちょっと多いのか少ないのか判断はつきかねるんですけども、わ、まあ、割とありますということであの、準備が必要です。で、この準備といたしましては、EC2 オートリカバリーという機能が、えー、今年の3月13日から、東京リージョンでも利用可能になっておりますので、えー、これをあらかじめ設定しておくことによって、自動的に再起動を行ってくれるようになってます。 えー、ただ、えー、対象によってはやはりあのリカバリー操作が必要な場合もあるのかなというふうに思ってますあともう1つは、えー、メンテナンスに伴う再起動要請があります、えー、例えばその物理インフラの障害が発生するといったことが発生した場合にですね、えー、まだもう少し猶予があるよという時に例えば2週間後にまでに再起動してねといったメールが突然届きますでこの2週間というのもあの聞いてみると期間はケースバイケースらしくてあの まあ今すぐにでもやってくれって言われるのがあるかどうか分からないですけど2週間というのはまあ比較的長い方なのかなというふうに印象を持ちました、えー、なのでえっとそういった意味でもです、ね、原則として別 AZ で上調構成を取っておくという対策はやはり必須になるのかなというふうに思います、えー、最後にえまとめです移行 <laughs> を終えてですけれども えー、いろいろと不安を持って始めたプロジェクトではあったんですけどクラウドは怖くないなという印象を持ちました、えー、特に困ることもございませんしやはりその派手な星から解放されるといったところで良さの方が目につきっております従来であれば、えー、監,視の監視のメールを日々チェックしながらあまたなんかリスクが壊れちゃったファンが壊れてしまった で壊れる場所によっては単純な部品交換でも済まなくて、えー、各所とネゴを行った上でシステムを一時停止しますよといったことも必要だったりするのでそういったことをしなくていいと、まあ、それは非常にいい点だなというふうに今感じておりますでやはりあとクラウドを積極的に活用する上でですね API と CLI というのはどんどん使っていった方が良いなと感じました え全部、基本的にはマネジメントコンソールから操作できるんですけど、これを全部コンソールからやろうとするのは、やはり苦行に近いものがあります。例えばセキュリティグループを設定するにしても、VPC が複数あって、かつリージョンも複数あったりすると、トータルで100とか200とか余裕で設定しなきゃいけないわけですね。これ、全部手作業でやるのは本当に無茶だと思うので。 こういった意味でも API、CLI を活用した方が良いですし、DLI もまあ私どももそうですけれども、自動的に何かしらの処理を行って切り替えるといったときに API、CLI があの使えるというのは非常にありがたいところだなと感じています。あと、制限事項を使用、よく確認とあります。やりがちなんですけれども、まずググっちゃおうってあるんですけど、AWS、ドキュメント非常に豊富です。なので、ぜひドキュメントを確認していただいた方が良いかなと。 いうふうに思います。あの非常に詳細にあの細かに書いております。で、あと、えー、コストに対して敏感になりました。もちろん従来も全く考えてないわけじゃなかったんですけども、えー、より敏感になったというところですね。どうしても例えば CP のリ,リソースグラフとを見ていて、あなんか空いてるなと思うと、どうにかして無駄を省きたいと。 これ,これこうしたらもう少しコスト下げられるんじゃないのっていうあの会話がやはり、あのー、チームの中でも行われるようになったというところです、えー、そして、即結合化を,を意識するようになりましたクラウドへの最適化を考えますとどうしてもシステムの即結合化というものが必須になってくると思いますでオンプレですとです、ね、なかなかその動機付けが働かなくてです、ね、密結合のままになってくる部分というのは多いかなと思います ただ、その欠効果をケツ合化をすることで、やはりクラウドとしても非常に、いつ停止しても良いといったメリットもありますし、クラウド関係ない部分でも、やはり柔軟性が増してくる部分もありますので、ソケ効合化っていうのは非常に意識強く意識するようになりました。そして、次のステップです。えー、さらにですね無駄を省き、コストの最適化を進めようというふうに考えています。 で先ほど申し上げましたとおり、過剰なリソースというのはあの、クラウドにおきましてはやはり障害同様に即時対応すべきものであろうと考えております。で、そげ効果を進めてです、ね、メンテナンス性の向上も図っていこうと考えています。例えば、脆弱性対応なんかでも、事前にネゴシエーションを行わず、手間をかけずに再起動をかけられるような環境作りをしていけたらなと思っています。 でまあ、ここでいうことじゃないかもしれませんけども、あと、AWS に依存しすぎるのもちょっと問題ないかなと思ってます。で、AWS、非常に便利ですで、とても素晴らしいものだと感じてるんですけど、どこまで使えるのか、どこまで依存していいのかなっていうのは、やはりバランスが必要なのかなと思ってますで依存しすぎてしまうと、いざ何かあったときにスイッチングコストが高くてなってしまうという問題もありますので、まあ、そのあたりはあの使ってみながら、バランスをよく考えていきたいなと思ってます。でもう一つ あのまだまだいろいろやることございます。あのなので一緒にやるやってくれる人募集しておりますのであのぜひご興味ございましたらウェブサイトの方をご覧いただければなと思います。少し時間オーバーしてしまいましたけれどもこれにて終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。木村様ありがとうございました。